キクノはさ、男の子やんな。ちっちゃいな。おめえちっちゃいな、おい、ガキンチョ。俺は新十段、キクイ、バサギリを制覇するキャプテンだね。これさ、キクノさんなんかな？なんかさ、ヤーコンさんにも似てるって言われてたよね。俺も確かにヤーコンさんにも似てると思う。ヤーコンをさ、40歳ぐらい若返らしたらもうこれになりそうじゃない？あ、しかもキクイやったわ。キクノはもうそのまま名前か。ズバリ、君はバサギリに会いに来たね。いや、わかってるやん。なんかお前ピッケル隠し持ってるの怖いな。やめろよ、急にそれで頭かち割ってくんの。わかる、わかるんだよ。強くてかっこよいバサギリか、さらに強くかっこよくなったからね。おいおい、やべえな。オタクより信者やな、これは。信者になってるやん。だけど合わせないね。今のバサギリは強すぎるからね。先日の雷はおそらく神王様の力。それを浴びて強くなったんだね。なんで神王様はそんなことしたんやろ。じゃあいいです。帰ります。じゃあいいですって言った。めっちゃ驚いてる。めっちゃ驚いてた。なんと、君のバサギリのお前そんなものなのかね。お前どう言ってほしいね、俺に。俺にどうなってほしいね。いずれにしろ、君の思いは無関係。カイさんからきつく言われてて、誰もバサギリには近づけないからね。低い自慢の相棒、ヌメラと共に追い払う。あ、ヌメラいんの？この世界。相手をしましょう。これ引き下がったら、戦いくなるから。え、ヌメラいねえや。ムカムカするね。中国で追い返そうとしてるのに。理解できないとは、悲しいね。アホやと思われてる。いけ、ヌメラ。時のヌメラ。やめろ、お前。防御あげんな。勝手に防御あげんな。え、ヌメラいるんや。え、なんかヌメラいるってことはさ、え、ヌメルゴンのさ、翡翠の姿ありそうじゃない？ないから。なあ、気になること言っていい？なあ、これ。めっちゃ揺れてんねんけど、これ三つ葉にいるやろ。もううるさいね。画面うるさくすんな。こっちからやね。よっしゃ。最大のキッパーからいっか。くれ！おれ！どうや、痛いやろ。おれ。おい、ヌメラくん。あわ。痛い、痛い、ちょ、やめてよ。ヌメラ、ちょっと待って、俺ヌメルゴン翡翠の姿いると思う。楽しみやな。いや、なんかこのさ、作品さ、さっきの落とし師のさ、お、そうやけどさ、なんか翡翠の姿っていうのが何体かいるっぽくて、そいつを見れるのは楽しみやね。力をさ、さあ、力の限り、浴びせよ、電力を。あ、あれ？あ、まひた。ラッキー。あわ、守るぜ、俺はお前を。痛い。復讐を見せてくれ。あ、お前、やめろ、やめろ、死ぬな。危ねえ。連中、守りの力。守備力とか特防ってないんかな、守りの力だけ。くらえ、雷の牙。いや、でも電気ショックの威力より雷の牙の方が威力高かったから、やっぱ特防と防御ありそうやね。ヌエラとか特防高いからね。お、え、僕の進化可能やって。やった、早速させようか。フクスローに。めっちゃ落ち込んどるやん。ごめん、心折っちゃった。もっと立ち上がれんくしちゃった。ごめんな。ちゃんとさ精神科医とか紹介するぜ。なんだる、負けたけど忠告の続き、今はあってはいけないね。バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってくる。来てね。人が死ぬね。いつもならお供え物二つの好物をバサギリにあげれば嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。キャプテンの俺ですら好物をあげたくても暴れ回る。バサギリは近づけないからね。よそ者の君には無理な話だね。いや、それができるんですよ。あ、出た。かい、かわいいね。人気出そう。バサギリや怪しの先祖は神王様に力を授かり、ポケモンや人を守ったとされている。私たち真珠団も恩恵を受け、翡翠で生きているからね。カイさん？よ、聞くい。カイさんのお通し、カイさんのさ、言葉やぞ。どけ、道を開けろ。バサギリが道を、強くなった。というか、あれでは厄介者だよ。雷を浴びせたとしたら、偽りの神王様ではないのか？金剛団が崇める偽りの、あー、こいつはリアルが偽りやと思ってるんや。逆にさ、カイとかは、じゃあ、関とかは、あれかな、パルキアを偽りやと思ってんのかな。バサギリは私たち、新珠団にとって大事なポケモン。よそ者に任せるのではなく、私たちで何とかしたい。そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリを一刻も早く沈めれば、
襲われる人やポケモンが増えれば混合体や銀河団とも燃える。悪いなぁ、これヤーコンやな、やっぱりだいぶ顔。おい、空から落ちてきたやつ、銀河団であれば何とかできるのかね。わかりません。こいつこいつネガティブやなぁ。獅子王全部草に命じられた任務だろ。バサギリの好物がキクイって私で用意する。あ、マジで。広い翡翠駆け回っても何とか解決法を見つけてほしい。任せろ。用意してくれんやったら任せろ。用意がめんどくさかっただけやねん。あ、LINE 来た、LINE 来た。アルセウスさんから。待って、めっちゃ便利な力もらった。せこいなー、アルセウスフォン。ずっこいなー。こういう便利要素さ、全部アルセウスフォンのせいにするつもりやね。X ボタン押すと、あ、めっちゃ便利やな。これ博士のところ行ったらいいんかな？ラベンの。じゃあな、置いてくるわ、カイ。良いわけがないのだから。そやな。こいつらにとっては、立てまつるポケモンやねんね。あれ、ちょっと無言で来てみてんけど、意外といけちゃった。俺絶対止められると思ったのに。なんか音楽変わったな。これ今はやめといた方がいいかな、さすがに。さすがにやめといた方がいいよね。なんか変に進んでも嫌やし。じゃあアルセウスフォンってやれで戻ってみるか。どうやってアルセウスフォンで戻んねえや。マイナス？これかな。すげえ、これこんなマップあったんや、便利やな。これで戻れる？あー、すげえ便利。土着クソ便利やん。ただいま、ちょ、一回回復させるか。でもさ、偽りのバサギリ様も多分悪いやつじゃないからさ、なんか、黒幕っていうか、他のポケモンがさ、バサギリ暴れさせてるんじゃないかな。誰やろ、アルセウス、ディアルがパルキアと来たらさ、これギラティナとかワンチャン関わってくんのかな。あ、始まった。バサギの調査は順調だったりしますか。ギラティナ怪しいね。ギラティナとラベン博士が怪しい。バサギリは好物を食べておとなしくなると。研究室にて、試案するとしましょう。主役も来てください。お、帰らされた。お、めっちゃ捕まえたな、こう考えると。嬉しい。ミミノル連れて行きたいな。お、今回高いぞ。イェーイ、金持ち。俺金持ち。あー、そういえばレベル、あ、もう黒進化させな。いい感じやね、みんな。さあ、何ポイント上がるかな？あ、結構、もうすぐ行けそうじゃない？次の段位ランクまで。結構早いな。星何個あんの一体。10個ぐらいない？よし、帰宅や、帰宅。うまい飯食おう、芋餅食おう、芋餅。あれがないと俺もうやってけへん体になってる。お、翔ちゃん。帰ったぜ。カイさんやキクイ君から得た情報によると、二つの好物を食べると落ち着いていたのことです。おー、グルメやね。生まれる香りの成分が落ち着かせる。大丈夫それ、やべえ。やべえ成分じゃないよね。いつもお世話しているキャプテンですら近づけないと言ってたね。試案しますので、しばらく時間をください。何しとけばいい俺。俺は何しとけばいいじゃん。あ、今試案中？あ、ピカチュウいるやん。かわいい。翔ちゃんの。博士、まだ？もう2時間も待ってるよ。博士？あ、ずっと喋ってる。あ、でもいいか。二人っきりの時間が持てるし、翔ちゃんとの。何？せっかくいいところまで来たのに。きらめきーましたー、投げるのです。命を。命はちょっと。投げる才能に優れていますからね。まあ、昔ピッチャーやってたんでね。好物を投げつけるのです。詳しくくれ。食べ物投げるってこと？え？ほんまに投げんの？二つの好物を玉にするのです。マジで言ってる？二つの玉？二つの玉か。名付けてリラックス玉ですかね。ダーを空に変えたリラックマやけどね、これ。いいんかな、これ。ギリギリセーフなんかな。ラベン玉ではないのですか？え、いらんいらんいらん。そんないらんいらん。翔ちゃん、そんないらんよ。そのネーミングですと僕が投げられることになるですね。悪くないけどね、それは。なんか投げやすそうな頭してるやん。丸っこいし。
2つの鉱物は新序盤が用意してくださるんですね。え、な、そんなさ、全然丸められへんさ、食べ物やったらどうすんの。例えば、お汁粉と味噌汁とかってはつまん、べっちょべちょになるて、たま。いいのそれ。戦場でしたら、高台メスに変わらないし。え、もう、え、また戻らなあかんの、めんどくせえ。めんどくせえな。じゃあ、戻るか。それ味噌汁とお汁粉説押したいんやけど、俺。びっちょびちょになるやつ。それはそれで水鉄砲みたいな人はいいんかな。いや、俺意外と、アイデア深いな。じゃあ戻りますね。おっと、これはこれはヨレさんじゃありませんか。どうした、口説きに来たか。銀河団本部、大した建物だよね。確かにね、まだ建設途中っぽいけど。よあんた、いいシャツさ、もしかして宝くじが。宝台ベースそこに行くよ。え、あーやばい、連行された。ヨレさんに、ヨネ連行ナウ。ちょっと上げとこうかな、アルセスポンでツイッターに、ヨネ連行ナウって。何、お、お寿司、あ、乗れる、やっと席、久しぶりやな。ヒュエーン、尻下がり。泣き声尻下がり。愛しに語ったのよ。語れんのお前、動物と。え、そういうタイプ、もしかして。あらゆるバサギで沈めるために原野を駆け回ってる。しかもそいつは混合団でも真珠団でもない。時空の裂け目から落ちてきた迷い人なのによってな。そしたらご覧の通りよ。手伝ってくれるってか？ありがたいだろ？ありがたいです。だったら冬を渡すべきだよな。ヨネ、頼んだぜ。え？え、もしかしてヨネさんのお風呂？大事なこと教えるからよ。耳を澄ませて聞きな。ジブリ。え？あ、ヨネさん、ちょっと。え、この音楽。うまいな、しかも上。あ、嬉しそう、楽しそう。ヨネが鳴らしたのは神なぎの笛。今の音楽ってあれやな、ダイパの最初のさ。愛しを呼び寄せ、乗せてもらうために大事なもの。これは大事やろ。これめっちゃ重要なっちゃう。自転車みたいなもんやろ。神なぎの笛、あんたに譲るぜ。てかこの笛ってさ、なんかあのダイパでも出てくるよね多分。不思議な音色を奏でる。いいんだ、俺には船の才能がねえからな。なさそうやな、お前。お前ギターとか弾いてそう。あんたも奏でるんだよ。え、待って、これヨネさんの船。ヨネさんが吹いてた笛ですか。あー、いいんですか。あー、やっちゃった、獅子王くん。今ドキドキやろな、内心。どう、獅子王様。獅子王様じゃない、アイシス様。あ、嬉しそう。戦慄に心に刻み込んだ。あ、これで読んだらいつでも来るんや。ふっかるやなぁ、怪しし。怪ししさんふっかるすぎる。なにこれ。洋館みたいなもらったな。プレートか。あるポケモンに使うとエスパーの力を得る。へぇ、なんやろ。なんかに使う？よっしゃぁ、怪ししと失踪すれば原野のどこに行くもあっという間よ。やったぜ。ライドポケモン、怪しを呼び出し、失踪できるようになった。プラスボタンで、へぇ、どんな感じやなの。ちょっと乗ってみようぜ。うお、すげえ、ふっかるすぎん、怪しい様。ふっと明るいよ。うお、早い早い。あ、すげえ、怪しい様、大丈夫、あの消え方。あの消え方大丈夫な。風船割りとかできるんや。へぇ、原野で風船割り制限時間ない。へぇ、そんなんできるんや。めっちゃ便利、アイシス様。どっちから行けないって、こっちか。すげえ、早っ。なんかできんのかな。あ、ダッシュ、ダッシュ。早い、楽しい。待って、ジャンプ行くよ。ジャンプ、ははすげえすげえ。え何があった俺。師匠は目の前が、死んだー。死んじゃった。え、道具落としてるやん。もったいね。やってるわ。雨降ってきたし、心が泣いてんな、これ。怪しい様に頼りすぎんのも良くないってことやな、これは。なるほどね。さっき岩に、着地は大丈夫やったよね。
なんか岩にぶつかったらあかんのかな。ダメージ食らうな。ダメージ食らうんかい。危ねえ。また死ぬとこやったわ。それじゃあ行ってくるか、早速。いやでもこれは楽やな。一気に楽になったぞ。これポケモンにぶつかったらどうなんねろ。これ、さあ、ポケモン出せんのかな。あ、ポケモン出せへんのか。なるほどね。それじゃあちょっと、行きましょうか。ゲンヤ、お、カビゴーンいる、カビゴーン。ゲンヤをかけてくるわ。一瞬で着いたわ。早いな、マジで。キクイ君、すごいでしょ、今の。あんなでかい獅子に乗ったことあるか、君。バサギルシュフラの三段、ゲンガ団に立てられということかね。任しとけよ、余裕や。何？バサギルの好物を投げつけやすいように加工する？それいいんか、それ。それこんな口ガンビラ気になるよ。なんて着想。あ、いいや。いいや。科学の力ってすげえ。あ、言うとるわ。科学の力ってすげえ。お前、科学の力ってすげえおじさんの祖先か？好物を食べさせてもらえるなら、俺もさあ、作るとするかね。こら、聞くいい。私を待て。来た。解散。約束通り、バサギリの好物、コロコロ豆を持ってきたよ。あ、意外と庶民的やな、バサギリさん。ステーキとかじゃないんや。コロコロ豆なんや。あ、申し訳ないね。カイさんのこと忘れていたね。ひど。私たち、新手段の問題、解決できないなら、銀河団に任せるしかないけれど。だが、本当に任せてよいのかという思いも、悩みにあるんだ。まあね。カイさんはね、リーダーとして責任感感じてるよね。銀河団と私たちとでは収集も考え方も異なるから。そこでだ、あなたを食べさせて。ポケモンを刺激して戦うようだけど、私にも兄弟と言える頼もしいポケモンがいるからね。はあ、あ、グレイシアなんや、相棒。私とグレイシアに勝つならバサギのこと任せるから。どうする、戦う、戦わない。戦います。グレイシアの強さに心底から触れ上がって。やっと。え、似合ってんな。あの、なんか炎タイプっぽいけどな。でも、グレイシアも似合ってるね。さあ、見せてやろうぜ、ルクシオ。お、くしくも、秒速歩行対決。レベル高えな。レベル一緒か。いけ、雷騎馬や。くらえ。当たら、お前かわしたら、こっそ。雨降ってる。じゃあ、俺は、カイさんの横で見守ろうかな。あ、近づけない。見えない壁がある、ここに。ここに見えない壁があって、カイさんに近づけない。この距離感、悲しいな。これが心の距離か。っていうか、結構強いね、こいつ。牙で。硬いな、しかも。あー、ルクショ。じゃあ、ルクショ割り。だが、ポニータで行こうか。いやー、いいね。抜群、火の粉で燃やそうぜ。ダブルアタック？そんなん覚えんねんや。どう？熱いやろ、グレイシアちゃん。痛い。スピードスター強ない？でかい。さっきから。危ねえ。結構危なかったな。ゲッチャー。よーし。あ、すいません、僕のレベルは進化可能、進化させな。そうか。ボールはあくまでも道具。捕獲したポケモン相棒として心を通わせることもあるのか。いやー、ちょっと洗脳してると思いますけどね、俺は。あなたであれば大丈夫かもね。では、ポケモンを回復するよ。待ってました。さすがにあると思ってました。三段とは何？好物をどうするか教えてくれる？食べます。目の前で。え？荒ぶるバサギに近づけないというのであれば、好物を玉にして投げつけて沈める？この可愛いな、この手をさ、クロスして口の前に持っていく感じ。なるほどね。沈め玉とも言うべき発明だね。なんか名前違うような気がすんな。うん。荒ぶるバサギのために魂を込めて沈め玉をお作りしよう。あ、来る？カイクッキングの時間来る？テレレテテテチパス！おー、なにこれ。なんかおでんの巾着みたいやな。できた。山盛りの沈め玉。バサギにも落ち着くだろうね。それでは森キング、バサギリをお呼びするかね。さあ、来た、初めて。森キング、やるか、やるぞ、しよう。合点、承知の助。よし、行こう。バサギリの姿はちょっと知ってるんやけどさ。ああ、来るぞ。初やな、キング戦やな。
どんな感じなの、どういう感じで投げつけんねろ。ポケモンで対決はすんのかな。森キングバサギリ、お祭りの時期ではありませんが、お好みの食事を整えました。天と地の間にて働き、たもう我らキングよ、感謝の気持ちを捧げます。お姿を表したまえ。獅子よ、バサギリに注目して。大事なのは回避だよ。技を回避して沈め玉を投げるんだよ。あ、もう俺がやる感じなんこれ。ポケモン使わん感じ最初は。やれるかな人間やん、もう。クラッシャー、やべえ、変なやつ来た。どんな感じや。お、来た、すげえ。はや、え、待って、これは避けれへんやろ。うわ、すごっ、これ死ぬやん。待って、これ首チョンパされへん、これ死ぬやろさすがに。え、これ一発で食らったら死ぬくらい普通。出た、これがバサギリやな。モリキングバサギリ、さあやろうか。お、かっけー、バトルミュージック。沈め玉当てることで荒ぶりゲージを減らすことができます。荒ぶりゲージがゼロになると勝利です。キングに隙が生じた時にモーキュモンボールを投げることで戦闘もできます。戦闘で勝利するとキングが水、あー、なるほどね。あ、こんな感じね。危な、結構危ないぞ。あら、これ、え、結構ダメージが低いな。危な、何やね。痛い、痛い、くそ、痛い、痛い。強いな。全然当たってないな、結構強い。危ねえ、これ。これ、この隙や、この隙。ここ、ここ。これ、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 これ危ないからね。攻撃の隙をついて、ちょっと待って、全然食らわんな、これ。あぶねー。あー、はいはい、読めた読めた。もう読めたよ。これやばい、これやばい、食らう。あぶねー、痛い、めっちゃ痛い、くそ、痛い痛い痛い。これ回復ってできんのか。やばい、結構やばい、これ結構やばい。一回ポケモン使うか。一回ポケモン使おう。あぶねー、くそ、ポケモン届かんかったか。一回勝負しよう、ルックしよう。こいつ何タイプやったっけ。ステロ、ステロとか巻いてくんの。何こいつ、尖った破片が食い込んだ。え、なんかダメージ食らったな。どういうこと。え、なんでステロでダメージ食らうの。あ、こいつ岩タイプやったっけ。あ、これ効かへんかも。あんま効いてないな。え、ステロ強ない。え、なんかステロの効果が違う、めっちゃ強い。やばいやばい、ステロで、え、ステロ強？何これ。え、なんかステロが今までの俺が知ってる技じゃないんやけど。いや、まあ、とりあえずちょ、モクロ行こうか。岩タイプと、あ、飛行タイプやけど、草技もあるからな。先手取る、先手。いいね、よし、コロハや。よし、え、うせえ、耐える？マジエアスラ、ちょっとうちのモクロいじめんとってや。やべえな、結構やべえ。ムクバ、ムクバ。あが、岩タイプに弱いな、うちのパート、パーティー。いやー、エアスラでいけるか。やば、一回倒すのにこんなかかる。あし、今や、今や。待って、これ全然体力減らんやん。むずっ。待て待て、やばい。危ねえ。お、なんか混乱してる。かわいいな。ん、あー、間違えた、クソ。なんか変わった、なんか変わってる。何何何が起きる、何される俺。あー、怖っ。はい、これ近づいたらあかんな、この時は。あぶねー、目が光ったらやな。オッケーオッケー、目がピン、目が、オッケー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 、見えた見えた。オッケー、いいね。あ、これ、この気に合ってたらいいんか。あー、いいぞ、いい、いい感じや。オッケーオッケー。あ、これいける、これいけるぞ、このまま。この調子や。この調子でいけ。これさ、もう一発食らったらやばいかな。あぶねー。結構いい感じじゃないか。
いいね、うまいうまい、俺うまい、俺才能あるわ。ピッチャーだけじゃなくてさ、外野手の才能もあるんじゃね。はい、当たりません。これ来るな、いいね、もう少しや、よし、その構えたし怖えな。ない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 、怖っ、今死にかけてないけど大丈夫。あ、ラス1、ラス1、なんでダメージ食らってんねん、大好物で。なんや、すげえ美しい、何これ。え、焦点、焦点された、大丈夫、焦点してない。あ、見えた姿が、こんな感じなんや、可愛いやん、なんか虫感強いけどな、意外と。お、めっちゃレベル上がった、よしよしよし。え、喋れんのもしかして。いや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 、あ、やった、あ、これプレートもらえるんや、こんな感じでいろんなポケモンから玉虫プレート受け取った。へえ、あるポケモン使うと虫の力を得る。あ、これもしかしてあれかな、ストライクに得たらさ、バサギになるんかな。あ、行っちゃった行っちゃった、せめてお名前だけでも。な、何なんだ、バサギの全身から光が消えていった。確かにな、あの光は何や。森キング、バサギ静まったと考えていいのかね。やはり不思議な雷がバサギの力の源だったの。あの雷誰がやったんやろな、わからんな、さすがに。私の考えはこう、先日時空の裂け目から不思議な雷が落ちた。やはりバサギリはあの雷に撃たれて荒ぶったのではないだろうか。時空の裂け目、やはり時空の裂け目の向こうには神王様がいらっしゃって、不思議な雷はそのお力なのかね。どうなんやろな。では沈めたのは誤りでは。いや、そんなわからんやん、まだ結果論やん。多分喜んで沈めたも作った俺が物分かりがいいようで、とんだ間抜けではないかね。プンプンこいつ確かにあんま頭良くないかもな。実はキクイ落ち着いて、森キングバサギリは真珠弾を襲うポケモンを退けてくれるありがたい存在。本物の神王様の過去を得たなら、意味なくポケモンや人を襲うなんてありえないでしょ。そりゃそう、カイちゃんは可愛いねだから獅子王さんが成したことは大事なことなんだよ。はいはい、反省して、キクイは反省して、もうバリカン入れて頭に。混合団ともゲンガ団ともことを構えずに済んだよね。ありがとう。他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら救ってあげてよ。なるほど、ガッテン承知の助。少しばかり取り乱したけど、君には感謝するとしますかね。春樹団からのお礼だよ。失礼な物言いをしたお詫びと感謝を込めて、LINE か？ LINE 交換しようぜ。笑顔かわいいね。お盆の実、3個。ああ、そういう感じですか。ああ、はい、わかりました。ありがとうございます。あなたの相棒を元気にするね。何時に飲んでくれてありがとう。そう、僕の死んじゃったの。ありがとう。あなたが空から落ちてきたこと、私も信じる。なぜ落ちてきたのか、さっぱりわからないけど、いや、アルセウスが、言ってないの？無視しようって、また。なんか、やべえ、アルセウスに頼まれたって。一件落着だけどね、ここだけの話。また荒ぶるバサギリを見たいよね。だってあの強さ、憧れるからね。まあ、強かったね、確かに。電木団長に任務報告。やったぜ。もう会えへんのかな、バサギリとは。いやー、会えなさそうやな。なんかクリア後とかワンチャン会えたりしてたけどね。つか、あのプレート集めていくんかな。玉虫プレートとかさ、エスパータイプのプレートもらったよね。多分脅し死にあれ使ったら進化できるんじゃないかな。あ、進化といえばそう、進化させよう。危ねえ、忘れてるとこやったわ。僕の進化できるからね。よし、やってやれ。いやー、モクロも可愛かったけどさ、早くさ、最初進化見たいよね。どんな姿なんやろ、楽しみ。あと進化がやっぱかっけえわ。モクロはただ、モフクスロはまだ普通やんな。あー、変わらずや、何も変わらない。一番フクロしてるよね、この時の姿が。それじゃあちょっと変えるわ。
はい、冒険終わり。よし、これ全僕団長に報告しに行こうか。なんかいろいろ捕まえましたよ。いやマジこれずっとやっちゃうな、ほんまに良くない。ずっとやっちゃうわ、動画撮ってんのにな、ずっとやっちゃうで。これでさ、星2ついけるんじゃないか。お、モクロが完成してる。結構いい感じやね。あ、ほら、え、星いったよね、これ。やったぜ。次の星もらえるっぽいね。よし。電木と島星さんに報告かな、これで。ここで、ね、報告したら新しい地域に行けるようになりそうやけどな。どうやろう。帰ってきた？来た。おお、ウォロさん。どうした急に。めっちゃ待ってたやん。出待ちでっか？空に消えていく光。キングを沈めたのですね。おや、それはもしかして、プレートではありませんか？ちょっとお借りしますよ。え、ちょっと、あんま触らないで。指紋とかつけないでね。文字が刻まれていますね。宇宙、生まれた場所、そのもの、始まりの場所、読めるんや。神話の一部のようですが、どうやってこれを？いや、くれたんですよ。主が。ほう！怪しみ認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることで、プレートを受け取ったというのですか。お、血が騒ぎます。え、怖っ。戦闘民族の血騒いでるやん。さすがチャンピオンの子孫。いや、先祖。推測ですが、このようなプレートは、翡翠各地に散らばっているのでしょう。これ、アルセウスのプレートとも関係ありそうやな。すべて集め、文字を読み解けば、何か真実がわかるかもしれません。え、これ全タイプあるんかな？十何タイプ。フェアリーのプレートもできてんのかな？神話、歴史の謎、そそられる好奇心、素晴らしい！これこそが人生、ライフ、your life！ では、行っちゃった。あの人うるさいな、結構。結構喋らはんな。よーし、報告じゃ、報告。カイさんも喜んでたからね。ショウちゃんも喜んでくれるかな。いやー、この、ゲームヒロインが多くて決めきれへんな。ヒロインを誰にするか。とりあえず全部団長に報告してもらうか。あの島星さんにも報告してさ、あの星をもらいたいところやけど、とりあえず団長に報告しよう。団長はあれやな、いつ以来や。いやでも最近やったか。団長、俺やったぜ。うむ、大義であった。話は全て聞いている。見事荒ぶる馬先を沈め、皆の安全安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた得体の知れぬものにも関わらず、原画団のために働いた。多少は認めようではないか。だが終わりではない。他のエリアでも荒ぶっているキングたちがいるという。だからこそポケモンを調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。調査隊は芋づる艇だな。お前も行くといい。よっしゃーい、メイン任務達成。あいつらまた芋づる艇でさ飯食ってんの？他の店ないんかな。いやー、またいつもの芋乳や。芋乳じゃないわ、芋餅や。ラーメンさん、正直ちょっと飽きてきたんやけど、ラーメンさん、あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。そう、他のもん食いたい。噂で持ちきりだぞ。バサギリと対峙して無事だったとは運がいいことだ。違う違う、実力や、実力。ムメさん、実力よ。主君は準備をしましたし、戦いの中でバサギリの動きを観察したのでしょう。うん、読めた読めた。努力の積み重ねるビクトリーです。すごいことですよ。そう、運じゃないよ、実力よ。首相の頑張りで私たち調査隊も安心して任務を行えますね。翔ちゃんかわいい。さらにこれはどうでしょう。ムベさんに教わったレシピにしたのです。芋餅、目隠し玉か。よかった、芋餅じゃなくて。昼間も芋餅やとさすがに耐えきれへんくなるからね。頭おかしくなるわ。目隠し玉ってなんやろ。バサギリに襲われる心配もなくなりました。黒曜の原野に暮らすポケモンたちを調査するのです。やったぜー。お、なんや？夜？まさか？誰やお前？獅子よ？誰や？え、怖い、なんか暗い。何？待ってたよ、獅子よ。私、ユラ、よろしくね。あのね、とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？やっべ、これ親父狩りされへん？師匠大丈夫？あの財布は置いて帰れよ。財布だけ家置いていかへん。わ、告白ちゃん、これ。あのね、ここだけの話。翡翠に災いが散らばったの。数百年前、翡翠の地に災いを起こした者が封印されたの。
ほう。だけど、どうしてだか封印の不思議な術が解けちゃった。そいつのせいで、あれがバサギリとかが暴れてるってことか？このままだと大変。ユーラなんでそんなこと知ってんの？お前まさかほんまに人間か？お願いしよう。溶けた封印を元に戻して。どうすんの？それって。ユーラちゃん何者や？人間か？ありがとう。信じてくれるんだね。あ、まあ、まだ信じてるとはまあ言ってないんやけどな。獅子を助けてくれると思っていたぞ。獅子を。に、え、ミカルゲ？もしかしてミカルゲが関わってる？ミカルゲ。ミカルゲっていうのは、第一波でも出てきた、あの、金名詞っていうのが必要なやつやねん。よ、そんな笑顔で受け取れんな。金名詞結構やばいしやろ。ほら、もうやばいやん、すでに。紫色に光る灯火、灯火を集めることができる不思議な石。あ、ミカルゲとはこれ、物語とは別の話なんかな？わかんねえ。封印されていたたくさんの灯火が必須に散らばったの。灯火は全部で107個。あれ ?108 個じゃないの？煩悩の数じゃなかったっけ？え、最後はもしかして、私が最後の一つよ！ゆらららら！みたいな感じで、ゆらちゃんもしかして。ゆらちゃん、お前ミカルゲかもしかして。金名詞を持っていれば、散らばった灯火を見えるはず。大変だけど全部集めて。近くに散らばった灯火があるはずだよ。うわ、怪しい？怖っ。怖すぎやろ。めっちゃ怖いんやけど。ゆらちゃん？これと、これほんま人間か？なあ、ゆらちゃん大丈夫？とりあえず。あれやら？怪しすぎやろ。怪しすぎやろ！さすがに。怖っ。タッチ。ワンタッチ。の、え、ちょっと待って、心臓入ったけど大丈夫？え、不整脈とかできひんよね。灯火ちゃんと金名詞に取り込めたね。獅子王にお願いしてよかった。やべえ、やべえの見つけちゃった、これ。やべえな。灯火集めたら俺するからさ。ここで待ってるね、獅子王。あ、でも一応、サブ任務なんや。サブ任務か。じゃあ本筋とは関わりはないな。え、これ絶対ミカルゲに出会えるでしょ。え、ミカルゲに出会ったらさ、ミカルゲもしかして翡翠の姿やったりせんかな？おはよう、獅子王。翔ちゃんでも呼びに来んのかな？お？銀河団の38戦。あ！これはもしかして、今回今日ちょっと随分長く撮ってんな。まあいいか。銀河団の38戦。ハイカラだね！何このテンション高い女。お前もしかして？マーズ！お！あんた荒ぶる森キングバサギを沈めた獅子王だろ？すげえな、猫顔やな、マジで。そうかな、違う人じゃないですか、他当たってくださいよ。有名だからごまかせないよ。神王様にゆかりある金を沈めた恐れ知らずって。びくついてる人もいるもの。俺ビビられてんの、まあ、こんな髪型やもんな。かわいいな、みんな。あの、私、ひなつ。混合団のキャプテン、特技は髪よ、よろしくな。え、神、言ってほしいな。あ、ごめん、電木さんに話があるんだ。じゃあね。メインには、次は日夏か。次は日夏との話やな。いや、どのキャラ出てくるんだ、楽しみすぎる。あれ、モロさん。みんな、え、ちょっと気になるけどさ、ちょっともう動画を締めたいので、なんてっけ、島星さんに星だけもらっていくわ。あの、一応次のエリアがあれなら調べられるようにしときたいんで。島内さんに星の報告だけしとくね。それは避けたい。よし。これいったでしょう。よし、いいね。やったぜー。これでちょっとできることが増えたかもしれないからね。あの、次裏で作業できるかもしれんから。二つ星に上がった。フェザーボールが使えるようになった。何それ？新しいボールやな。あ、やったさ。あ、待って。これでゴローンが言うこと聞いてくれる。あのバケボンが。イエーイ。フェザーボールのレシピゲット。お、いい傷癖にも。あー、新しい場所が解放されるとかないんか。
よし、それじゃあ今日の動画だいぶ長くなったね。それじゃあ今日はこの辺にしようか。はい、じゃあ今日は島本さんの横でお仕事中やけど。あー、あれ寄れへん。まあいいか。じゃあこの角度から、変な角度から、この一番可愛く盛れる角度から。それじゃあね、今日も一日ありがとうございました。また次回楽しみにしててください。